敗した場合オレンジ外れ目になるんで、その時点で2画です。おお、これオレンジ外れ目なんで2画です。スイカリップリップが入手するんじゃないかな。でこれなんです。これ1枚払い出しちゃう。6号機のノーマルタイプってやっぱそのなんて言うんですか、あっ、皆様どうも誠です。本日は7月4日、ニューゲッターマウスの、ね、記念すべき導入日、朝一から抽選を受けてですね、28番という微妙な番号だったんですけれども、なんとかラスト1台を抑えることができました。さあ、それでは今回はニューゲッターマウスのアスマネネタいきたいと思います。この番組は明日から真似したくなるような打ち方、楽しみ方を紹介する番組です。まあ、ニューゲッターマウス、5号機のゲッターマウスと大きな変更点は演出が増えたっていうことぐらいですかね。もう5号機のゲッターマウスをかなり踏襲した作りになってます。で、まあ、アスマネといえばね、当然打ち方なんですけれども、ちょっとリール回しますね。記念すべき1ゲーム目、まあ、ゲッターマウスって赤7だったりバーの周りにチェリーがあるんで、そこをフォローして打つっていうのがベーシックな打ち方とされてるんですが、赤7左リールに3つありますね。なので赤7ちょっとどれがどれか分かんない、そういう風にね感じる方もいらっしゃると思います。なので今回推奨する打ち方はネズミ狙いですね。ネズミをネズミリップ赤7っていう図柄があるんですけど、このネズミを中段ないし下段に狙う、そういう打ち方で打っていこうと思います。ここですね、今ネズミが下段に止まってますけど、基本的に一番よく止まるのはこの停止形オレンジスイカネズミで、今中段にネズミが止まりました。この停止形になるとリプレイ外れで、リーチ目という形になりますね。でチェリーで、今作大きな変更点としてチェリーの払い出しが8枚あります。これねめっちゃでかいんですよ。まあ、前作のゲッターマウスって角にチェリーが止まって4枚だったんですけど、今作はなんと8枚も払い出しがあるんで、まあ、この取りこぼしが、まあ、機械割りダウンにめっちゃつながっちゃうんで、ネズミ狙いもちろん推奨したいんですけど、あの上段にネズミ狙っちゃうとチェリーと取りこぼしてしまうので、必ず中下段、まあ、ないし枠下でもいいです。最悪枠下でもいい。下段付近にネズミを狙うっていうような意識で打ってもらえればチェリーは取りこぼさないかなと。でチェリーってもうあの初日に小屋確率出てるんですけど、何分の1だったか、20分の1ぐらいなんですよね。おお、あ嘘ごめんなさい、14分の1ぐらいです、設定1で。なのでそれを取りこぼさないようにまずしようっていうことなんですが、この演出が発生した場合、まあ、これは前作からおなじみの演出なんですけど、ジローだとオレンジ対応、サブロはスイカ対応なんですが、まあ、これらを否定すれば当たり、いきなりレバーオンでダブルテントなので多分結構熱いですね。50パー以上期待度はあります。じゃあネズミ狙いますね。枠下まで滑る形、この形になったらスイカかオレンジですね。オレンジ B だったかな、まあ、両方ともついてるんで子役が外れないとっていう感じですが、まあ、スイカ 狙いつつですね、スイカ取りこぼす可能性があるんで一応スイカ今回は狙います。スイカのみ転廃、スイカかい、まあ、ちょっとスイカに関しては結構複雑で、とりあえずスイカの可能性がある停止形でスイカを狙って外れた場合はリーチ目になります。まあ、いわゆるスイカ外れ目が止まった場合はね、まあ、当然なんですけど、でスイカを狙って別の1枚役、例えば、まあ、ここからでも一応そのスイカスリリとかが揃う可能性あるんですけど、ここからのスリリは全部同時当選ですね、実戦上。まあ、とりあえずネズミを狙ってるとですね、スイカが揃う可能性があるのはネズミ枠下からリプレイオレンジスイカっていう形になったらネズミの可能性があるんですけど、あネズミじゃない、スイカの可能性があるんですけど、これはジローだからオレンジ外れね。
この形ですね。このリプレイオレンジスイカという形になると、スイカ、まあ、1枚役の可能性があります。ただスイカ別に狙う必要ないんですよ、この台って。なぜならここにある表示されている、1枚役複数あるんですけど、まあこれが同時に成立してるんですよね。まあ、スイカの代用役っていうのが複数あるから、そういうのを 狙うっていうか、そういうのを引き込んできて、まあ、取りこぼしを防いでくれますよと。タンタンって順押しして左中って止めても、取りこぼしは発生しないっていうことですね。おお、いきなりで今鳴った、予告音が外れ王ボーナスの新しい演出。今回普通にネズミ狙いますけど、これ熱いですね。期待度 60% ぐらいあるんだったかな。左リールネズミが中段にビタで止まったら一角。なぜならリプレイはボーナスの出目だから来ます。まあ、ここは外れの可能性がある出目なので、まあ外れかもしれない。ちょっと順押しでネズミ狙ってみますね。転廃した場合オレンジ外れ目になるんで、その時点で二角。おお、これオレンジ外れ目なんで二角です。ちょっとあえて右は外します。これでリーチ目ですね。右下がりオレンジ、ここからの右下がりオレンジはすべてオレンジ外れ目になります。さあボーナス当たりました。47ゲーム早いですね。最速手順は、5号機ゲッターと一緒ですね。左リール、狙っているネズミリップ赤ナナの赤ナナを中段付近狙います。手順押しで赤ナナ転廃させて、右リール赤ナナリップバーっていうのがあるんで、レギュラーと赤7ビッグを同時にフォローで、今回はレギュラーですね。47ゲームレギュラー投資2000円。そしてレギュラー中は基本的には引き投資で大丈夫。ただし本作のレギュラーは1枚役が成立する可能性があります。それがね、このネズミリップチェリーってやつなんですよ。予告音になるんですけど、それが成立したらそれ外しましょうっていうのがあります。技術会議が勝たないかな。あ、終わっちゃいましたね、あっという間に。で本当は1枚役が立った時に設定下につながる技術介入要素がもう一つあったんですけど、それはまた引いた時にやります、ね。まあ、ネズミ狙いはそのチェリーの取りこぼしっていう部分さえ気をつければリーチ目も分かりやすいし、本当に打ちやすい打ち方だと思います。レバーオンでサブローランプ、スイカ系の1枚役ですね。それを否定すれば、当たり。じゃあネズミ狙いで左なかった適当にトントンってやりますね。そう、こう、今はまあスイカ転廃しちゃったんで、スイカ転廃した場合は右にスイカ狙わないとダメです。どこが分かりやすいかな。バー下のネズミ、イチローですね。イチローの2コマ下にスイカあります。これでスイカが揃った場合はボーナスの可能性ないです、スイカなので。遅れたかな今、ちょっと右の台見ちゃってましたけど、遅れはチェリーはボーナスですね。慎重に、遅れてなかった今。遅れてました。なぜならばここでこの単独のスイカチェリースイカリップっていうのが、左ネズミ下段から止まると二角なんです。当然スイカ揃わないです。これ二角です。気持ちいい、この出目ね、いいんすよね。でこれどっちだろうな、まあ右ネズミが3匹いますね。一郎二郎三郎っていって、上にオレンジがいるのって一郎か三郎で、強い、いわゆる強いと言われているネズミですね。さあボーナスを察知したので、おう、ネズミリプレイ赤なの狙ってネズミまで滑った場合はその時点でネズミビッグが確定です。ネズミビッグと赤なのはフラグは別。51ゲーム、じゃあ行きましょう。ビッグ中はですね、予告音が発生しなかった場合は適当押しで OK で、右下がりで揃うオレンジに一応設定差があると言われてます。偶数設定
だと出やすいとかそういう感じだとは思います。今のところ数値は分かってないですね。横コンが発生した場合逆押しで、右中適当押しで左リールにネズミリップ赤ナナをビタ押し、これを、2回ですね。これで枚数調整です。10枚払い出しを2回やったらあとは左リールから適当押しで13枚、これで OK です。で基本的には下段でオレンジが揃います、これは、オレンジの大王役ね。で右下がりこれ2個目かな、今回はねもちろん設定も大事ですが、なんといってもね設定6の機械割りが 112% だったかな、 112% あるんで、多分そのノーマルタイプでは今のところ一番出率が高い台とされてますね。ゲッターマウス、ニューゲッターマウスは。でビッグ終了時は、ここの洗い出しセグのところで中が出るんですよね、5号機と同様で、小文字だと、今回大文字でデフォルトパターン、小文字だと設定5以上葉月ちゃんの声になるってやつですね。今作、ビッグが連チャンすると BGM 変わるんですよね。1ゲーム連は多分特殊な BGM になるんでしょうけど、結構オリジナルだったはず、全部その連チャン時に流れる BGM が。で4連か5連ぐらいまであるんですよ。せっかくなんでね、そういうのも流せる展開を目指したいとは思います。結構駆け足でまだトータル100ゲームしか回してないですけど、基本的な仕様はこういう感じです。めちゃくちゃ駆け足でしたけど、ただやっぱお見せしたいなっていう出目の法則としては、普段は揃わないラインでの1枚役入賞っていうのはやりたいかな。おう、ジローなんでオレンジ、多分そのボーナス確率をもうなるべく上げようと、やっぱその当たらないパチスローって一番つまんないんで、そこをねなんとか解消しようっていうことで、設定値でも123分の1、ゲッターマウスといえばね、5号機のゲッターマウスも当たりは確率だけは軽かったからね、こうメーカーのその開発の人たちの努力として一つあったと思うんですよ。ただゲッターマウスってそのスイカを1枚役っていう風にやってきてるんで、5号機でそこをね例えば15枚とかにしちゃうとすごいハードル上がっちゃうじゃないですか。だからこそハードルが上がっちゃわないように、チェリーの払い出し枚数だけを上げたんだと思うんですよね。おーおーおお、多分今左中段にビタで止まったと思います。でサブローがついてるんで、こっからはスイカ揃わない、なので一角なはずです。あえてちょっと赤7狙いますね。そう今一応スイカ狙ったじゃないですか、でも蹴ってるんですよね。でも実はこれスイカリップリップはテンパイしてるから、多分スイカリップリップが入手するんじゃないかな。でこれなんですよ、これ1枚払い出しあるんですよね。これは普段スイカが入賞するラインじゃないところで1枚が揃ってるから当たってるんですよ。これ気持ちいいんだよね。でしかもスイカ狙ったじゃないですか、今中で。でも蹴って1枚が揃ってるってことはスイカではなく同時当選の方の1枚でしたよっていうことになるっていう、そんな感じですね。64ゲーム、早いぞ、今日は当たるレギュラーっすね。さあレギュラー中は横コンなければ適当押しで OK。 そうこれです。これが鳴った場合1枚役が立ってますね。ネズミリプレイチェリーっていう1枚役が立ってるんで、それを外します。外すんで左はネズミ狙わないようにバーを狙いましょう。適当でもいいんで。でこれで1枚役外れてるんですけど、右リールに上中段どっちかにいずれかのネズミを狙います。バーの下にあるのが一郎で、そこから下は二郎三郎ってなってくるんで、今回ちょっと一郎狙ってみますね。で一郎狙いました。あなたが狙ったのは一郎ですよっていう風にランプがつきます。
で、これ技術介入要素であり設定推測要素でもあって、この際にランプが、ね、全部点灯した場合は一郎だ と、設定2以上だったかなっていう示唆、これ二郎を狙ってて全部光った場合は、こう設定した、でサブローでバーンって全部光った場合は偶数設定したっていう法則があります。まあ、だから、まあ、今みたいに一郎でした二郎でしたサブローでしたっていう時は示唆じゃないんですけど、狙ったネズミを教えてくれてるだけなんですけど、これリプレイテンパしてないからどれか狙えますね。一郎今回も狙おうか。これ一郎でした。で設定2以上下を出したいから一郎今狙ってるみたいな感じですね。多分ねよく出るのはサブローかな。二郎もまあまあな強い演出らしいです。さあ飲まれましたね。追加投資今んとこの合成確率104分の1、このぐらいの確率でな、ずっと BR 比率も11ぐらいでずっと当たってくれたら楽なんだけどな。ゲッターマウスはね化けによって死ぬっていうことがまあ多かったから、まあ、当然今作でもそれはあると思います。一つ言うの忘れてたんですけど、まあ、これどういう人に特に見てほしいかっていうと、前作のゲッターマウスずっと中押ししてた人、左リールから止めないっていう打ち方でゲッターマウスを楽しんでたという人たちに、おお刺さったらいいなっていうことを思いながら言ってたら当たりましたね。でちなみにこの演出が発生した時、この演出でもいいし、ニュー予告音だったかな、ハズレアボーナスの演出だったり、ネズミ取り演出でもいいんですけど、リール止めた後にもう一回これ押すと左リールこれビタで止まりましたよっていう、中リールは1コマ滑りっていうね、滑りコマ数を教えてくれるんですよ。例えばだからあれ今スイカこぼしたかもと思っても3コマ手前で実は押してるんで、スイカ枠上に止めてるんですよね。1、2、3、そうそう、枠上にだからこぼしてませんよということになるっていう。ちなみにこれ右リール、このチェリーリップスイカっていうこの出目、これも強いです。基本的に小屋外れ目になります。追加投資2000円で当たってくれました。177ゲーム。さあ問題はビッグかどうか、まあ、基本こうなりますよね。おし、あそうだ、今例えばランプに2人ついてたね。そこまで、ね、多分下今作もあると思うんですよ。ビッグボーナスでございます。あのランプ2人ついてレギュラーだった場合は一応高設定の可能性が上がるっていうのは前作にもあったんで、ランプ2個でリッチが止まった場合はビッグの可能性が基本的には高いですね。まあとりあえずはネズミ狙いのね法則というか、こういう出目も止まりますよっていうのを一通りやっていきたいなとは思いますが、実はですねもう一つ、まあ、お見せしたいっていうか、俺が個人的にすごく、まあ、ゲッターマウスといえばこれだろうっていう出目があって、ある程度ネズミ狙いの打ち方をやったらそっちに移行したいんですよね。そろそろ、おお、これはさすがに当たってますね。イチローはリプレイ対応、当然リプレイの可能性はない。出目も外れ目、おー、こうなっちゃうとな。レグ、おっとレバーオンでジローとサブロー、オレンジオはスイカオはボーナス、あースイカの可能性はないからオレンジオはボーナス、パンパンってやっちゃうもん。おう、ようやく当たりました。よし、ネズミビッグ追加投資が7000円かな。あーレバーオンジロー熱いよ。挟み撃ちでネズミがテンパイしたら全部威嚇かな。あーオレンジ、嘘だ、おお、決
持ち。ただ、まあ、ネズミビッグじゃないですね。ですね。まあまあまあ、いやいや、当たんないよりは。おお、よしよしよし、当たった、近く。左リールの時点でリプレイはボーナスのレベルですからね。追加の可能性はない。ありがとう。94ゲーム連チャンといえば連チャン。まあまだ全然楽しめてはいるんですけどね。そのゲッターマウス、ニューゲッターマウスっていう台のポテンシャルをこう引き出せてなさすぎて、まあ、もう申し訳ない気持ちにはなってますね。おっと、久しぶりに来たよ、ネズミ捕り。これ当たっててくれ、頼む。ネズミ捕りはこうやって当たるんですっていうのをお見せしたい、そろそろ。いやー、パターン的には強いですけどね。第一で一郎だけ残る。ただし出目は一郎太陽のリプレイはボーナス。よし、こうやって当たるんです。こうやってダイレクトに狙います。おお、外れましたね。288ゲーム、どっちかな。まあ負けか。まあよし、今のこの実戦中に、実戦中というか収録中にビッグ中の斜めオレンジと平行オレンジの確率が分かったんで、次のビッグ引いたらね、触れようと思いますけれども、ビッグ引けねえんだよな。まあ、あと設定56が確定する葉月ちゃんの中、小文字の中、ビッグ終了時のセグの話っすね。それの発生率も分かったみたいです。おう、いい二角だ。演出があろうがなかろうが二角っすね。サブロー、うん、いいっすね。まあめちゃくちゃ大きくははまんないんだけどな。よし、154ゲーム、7回目のビッグっすね。ビッグ中の斜めオレンジと平行オレンジ確実に設定差があるっていうのをね、最初の方に言ったんですけど、その収録中にその数値が分かりまして、斜めオレンジは偶数設定ほど出やすいと、奇数設定だと8分の1で、偶数設定だと 6.8 分の1。まあ今日はあんまり設定云々は考えなくていいかなっていうのと、まあ多分どっちかというと低設定なんだろうなって思ってるんで、あえてカウントしないですけど、でこの56が確定する小文字、今大文字のデフォルトでしたけど、これも設定5だと64分の1で、あと6だと32分の1で、その葉月ちゃんのボイスと小文字中が出ますという感じですね。さあ2400ゲーム回しました。途中記録を見るで、ちゃんとオレンジ AB 個別に、あ、斜めオレンジもちゃんとあれですね、カウントしてくれてます。でオレンジ A が 22.2 分の1、オレンジ B が 24.2 分の1、両方とも設定1より悪いですね。コイン持ち悪いなと思ってました。でスイカが46分の1、なぜかこれだけ6よりかなりいいです。チェリーが 14.5 分の1、うん、これも1より悪い、こんな感じですね。まあ、ボーナスもボーナス引けてない上に、そのメイン子役が引けてないから、よりコイン持ちも悪くて、うん、負けが加速してるみたいな感じかな。ちょっと厳しい。
おお、斜めオレンジテンパイ外れ出てましたね。アイスネズミ、レンちゃんとは言わないですけど、ピックで獲得した出玉でつながってくれました。おっ、久しぶりのネズミ取りですね。これちょっと強いんじゃないかな、まあ、スイカの可能性あるんで右スイカ狙います。おお、これよ、この第3止めてこの BGM、 この音が鳴ると確定ですね。いやー、いい出目だなこれは。よしだよね、ナイスピック。よし頼む、もう君だけが頼りだ。おお、先輩してるのは1枚役ですね。ジローはもうずれてます。あ、203ゲーム。おお、ナイスピック、ありがとう。さあビッグ10回、レギュラー9回っていう感じですね。2899、2900ゲームぐらい回しましたけれども、左リールネズミ狙いの手順はまあおだいたいその伝えたいことは伝えられたので、もう一つ、皆様にお見せしたい打ち方というかもう出目ですねっていうのがありまして、それをちょっと実践していこうかなと思います。こっちの打ち方はもう結構オーソドックスな子役狙い手順です。赤ナチェリーバーっていう、まあ、赤ナがね3種類あるんで、3個あるんで左リールに、あー区別しづらいよっていう人は、まあ、ネズミ狙いで打ってもらえればいいかなと思うんですけど、ここですね、これこの下にチェリー、赤ナの下にチェリーがある赤ナをまあ上段ないし中段に狙うという打ち方で、この打ち方何が見たいかと言いますと、この上このスイカあるじゃないですか、このスイカが下段に止まる停止系、スイカリップスイカっていう出目があるんですよ。これが滑って止まると、前作のゲッターマウス、これ4号機もそうなのかな、前作のゲッターマウスではそうだったんですけど、ネズミビッグの単独1画目になったんですよね確か。だから今作にもその出目は必ずあるはずだと、必ずあると思います。ただシダでは止まってくれなかった、止まんなかったんですよ。絶対あるとは思ってますよ、ただ絶対あるってちょっと言い切れないところはあるんですが、その出目をちょっと狙っていきたいなと思います。でこの打ち方してると毎ゲームスイカが基本的に上段止まるじゃないですか、順押しで中まで適当押しで大丈夫です。そこはネズミ狙いと一緒ですね。スイカ成立時にスイカテンパイしなくてもスイカリップリップとかで主にフォローしてくれるんで、でスイカがテンパイした場合、今テンパイしてるじゃないですか、右下がりに、右下がりにスイカ揃わないです、絶対に。スイカが揃うのは上段にスイカがテンパイした場合のみで、スリスを出すためには滑らせないといけないんですけど、多分赤ナナを上段に狙っとかないと出ない、どうなんだろうな、中段でも大丈夫なのかな。ただ中段に狙っちゃうと外れでこの赤ナナが枠下まで行くんですよね。それちょっと煩わしいんで、できれば赤ナナは上段狙いで打つのがいいかなと思います。あー遅れたな、今遅れましたね。いやスリスチャンスだぞ、むしろチェリーはボーナス、ボーナスだけどもボーナスではいるんですけども、でこれ今オレンジ外れも、これ多分外れると思いますね。あスリリ揃ってる上段 でさっきも言ったんですけど、基本的にそのスイカの方のスリリは斜めに右下がりに揃うっていうのが基本の法則なのかな。なのでこれはまあ当たってる、法則外れというか崩れで当たってるっていう1枚ですね。おおネズミじゃん、
まあ、ただ単独じゃなかったからね。ナイス。あ、BGM 変わった。49ゲームだった。これが2連目の BGM ですね。これかっこいいんだよね。これ3連4連までは聞いたことあるんですけど、かっこいいですよ。なんかゲッタマウスっぽくないっていうか、うん、かっこよくない。おっ、スリリチャンス、スリリじゃない、スリスじゃない、スリスチャンス。あー、当たりました。こっちの打ち方の方が当たるな。また49ゲームじゃん。これビッグだったらあれだよ。さあ、どっち。おっ、いいね。あら、おう、1枚ですね。1枚が揃ってジロー、オレンジナビですね。矛盾で当たってます。これは劣化な。136。おやー、外れはボーナス。いや、あるぞ。あ、あ、いや、1枚揃ってた。これか、外れはボーナスで。この1枚揃ってる時点で当たってますね。40ゲームビッグボーナス。あ、なかなかね、スリスは見られないとは思います。あ、15の10、3253ゲームだから、ビッグ確は200分の1ぐらい、220いかないぐらいか、210何分の1ぐらいまで変わりましたね。荒いなあ。まあ荒いっていうか、最初の序盤の方がね、本当ビッグっていうか、とにかくボーナスつけなかったんで、まあ、これぐらいは出てもらわないと困るっていうのは正直ありましたけど。お、また2画なんですけど、これ揃わないんですよ。スイカナビだけど。あー、気持ちいい。左が2コマ、中が1コマ。あー、いいですね。8ゲーム。早くない？レギュラーですね。まあ全然、全然 OK。こう連チャンしてる間にレギュラーもついてきてくれるっていうのが一番いい。一番いい、こうなんか綺麗な当たり方。おや、これが3コマ以上の滑りだったら一角のはず。ああ、一角じゃないかな。ああ、当たってますね。ただ見たかったのはもう一コマなのよ。ああ、ネズミじゃん。これ単独だったりすんのかな。単独だったら4コマ滑ってほしかったんだけど、ネズミではありますよね。51ゲーム、スリス出ないのかな。それとももう今上段に赤7狙って3コマ滑ってるんですよね。1、2、3コマ中段に押して3コマでスリスなんかな。いやー、そ、わからないな。ポテンシャルあるな。9連してますね今。えぐ。いやー、わかんない台だな。単独だったかもしれないってなるとちょっと怪しいなとは思ってるんだけど、でも出さないっていう理由がないからな。どうなんだろう、あんまわかんないんだよね俺も。ああ、もうちょっと様子見て、本当ないならない、ないでしゃあないよね。さあ、これで17の14、ボーナス合算確率は、114分の1。こんなに当たるとは思ってなかったっすね。何があるかわからないな。6号機のノーマルタイプってやっぱそのなんて言うんですか、あ、
止まったんだけど6号機のノーマルタイプって言ってたから中リールまで止めちゃったけどめっちゃ滑って今左、多分あれじゃない、どっちかにリプレイでスリー、え、わかんない、リプレイってことはないと思うんですよね、止めますね、あ、違う、何、いやでもいい出目だわ、いやいい出目ですね、これ多分ネズミなんですよ、いやネズミよ、絶対にネズミ、でこれなんですよ、これが見たかった、いやいい砂しかひどいことする、いや分かんないのよ、あの演出が発生してる時しかこの滑り込ます分かんなくて、そう分かったらいいんだけどね、でも多分4だと思うよ、4ないし5ぐらい滑ったかもしれない、ずるって言ってたもん、もう右から押す俺ね、っそうなんすよ、やっぱね継承するんです、こういういいところは、よかった、ありがとう、ありがとうございます、これが見たかったんです、いやもう大満足、いやいい台でした、いや素晴らしいデメでした、できればね左スリスのスリス止まったでって止めたかったですけど、さすがに無演出だったんでそう簡単にはねいかなかったですね、いやーよかった、やっぱあった、よっあ24アカービックです、まあだよね、ネズミっすね、13ゲーム、さあじゃあやめますかね、長い長い連チャンも終わりましたし、ちょっとユニメモをまず回した、ゲーム数が3739ゲームで、ボーナスがトータル34回20の14ですね、で、子役なんですけどオレンジ A20.8分の1、まあこれは設定1ぐらいですね、設定1とはあんま変わらない感じで、オレンジ B が 22.0 分の1、これは1以下、スイカは 51.9 分の1、これはここだけいいですね、ここ6以上、チェリーは 14.5 分の1、まあ、これ1以下みたいな感じですかね、で斜めオレンジ、リック中の斜めオレンジは7.9分の1なので、まあ、これも奇数って考えたら、まあ、上はないんじゃないかなとは思います、まあ、ただボーナス合算確率は110分の1だったんで、低設定だとしたらだいぶ上振れてくれたかなという感じですね、まあ、これ拡大係数機あるんでこのままここで流しちゃいますね、何枚出たか見てみましょう、投資が2万6000円で46貸しなんで1196枚なので3枚でなんと714枚のプラス、いやーこの展開でね、これかまさか勝てると思わなかったですけれども、なんと大まくり、朝一ね初日の朝並んで抽選受けてねギリギリ取れたっていう、なかなかあの台取れなかったらもしかしたら明日っていうね、明日以降に取る可能性があった企画ですけれども、あの無事プラスで終われてよかったです、さあこれで実践の方終わりまして見事プラスで終われたんですけれども、まあ皆様には今回の動画であの明日までのね恒例の打ち方として真似していただきたいのは左リール中下段のネズミ狙い、まあそこの狙い方を打ち方をすれば難しいことなく、リーチ目の法則も単純かつ、分かりやすく熱くなれる打ち方となっております、そしてもう一つの手順出るかどうか不安でしたけど、スリスもね赤七下のテリー下についている赤七を枠内、まあ、上段ないし下段中段かなに狙えれば、ネズミキックの単独成立に多分スリスが
打ってくるっていうような打ち方だったんですけど、まあ、そっちも見事個人的に出したい出目として皆様にお届けできてね、よかったなと思っております。2つの手順、まあ、どちらかといえばそのネズミ狙い手順かな、こっちを、まあ、明日以降ですね、いやこの動画を見た直後から真似してもらって、よりこの新しいニューゲッターマウスという仕様ですね、楽しんでもらいたいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。